薪ストーブの煙突を屋根から出す工事なんですけどもまずは薪ストーブの煙突のちょうど真上をですね下げ振りで印をつけますねこんな感じでちょうど煙突の中心に来るところに下げ振りをやるとちょうど真上の天井がわかるということですねそうしましたら天井を切り抜きます差し金で印をつけてその印を切っていきますね 天井は石膏ボードだったので、カッターナイフで何回も切り込みを入れて、で、切ることにしました。こんな感じで、何回も切り込みを入れた後に、玄能でガンガン叩くと、ね、こんな感じで、穴が開きます。石膏ボードをくり抜く場所にちょうどたるきがかかってたので、あの邪魔なのでノコギリで切ることにしました。 まあちなみにそこ切って大丈夫なのかって問題があるんですけども、まあ、後で補強材入れるので全然問題ないですね、えー、今度は屋根に印をつけていきます、まあ、先ほど天井につけた時と同様に、まあ、煙突のところに下げ振りを下ろしてちょうどその真上のところに印をつけるんですよでちょうどそこがくり抜く場所なんで印をつけたらその印を下からビスで打ちますねそうすると こう屋根の方にビスが出てくるから屋根の上からでもあここをくり抜くのかってすぐわかりますね。うんなんかちょうどた木きとたるきの真ん中に開いてるの。偶然かな。うん。四百五十ワンド、うん。うんその間を狙った。狙った。そこまで計算してたんですかね。そうしましたら次は屋根の作業ですね。 まあ煙突を出す穴を開けるんですけども、まあ、その前にこう屋根材を外さなきゃいけないんですよで。まあこの屋根はコロニアルなので、こんな感じでひっかけ棒で釘を外して屋根材を外していきます。まあ少し前にコロニアルの修理をやったんで、この作業は散々やったんですよね。だからもうだいぶ手慣れた手つきでやってますね。で、このコロニアルっていう屋根材は。 結構割れやすい屋根材なんでこんな感じでベニヤ板を敷いて作業しないとダメなんですね。そのまま屋根板に登っちゃうと屋根を壊す可能性があるのでそこは慎重にやってますね。 自作したコンパスでくくり抜く穴をいいていきますでちなみにこのコンパスの軸になっている部分なんですけどもこれは下から貫いたビスですねこのビスを軸にしてコンパスで描いたところを今ジグソーで切ってますね。 開けた穴の上にアスファルトルーフィングを敷いていきます。まあ、敷いてるというよりはまあ差し込んでる感じですよね。上の部分のアスファルトルーフィングに切り込みを入れて、でそこの部分に新しいアスファルトルーフィングを差し込んでますね。そうすれば甘じまい的にオッケーですね。えそしたら穴の部分に切り込みを入れていきます。で煙突を屋根から出すにはフラッシングというものが必要なんですけども、 こちら、松野さんがダクト屋に特注で作ってもらったものですね。で値段は3万円だそうですで。ちなみに市販のものを買うと6万5千円ぐらいするんですよ。まあ、だから特注で作ってもらった方が安いんですねで。さらに板厚も特注のやつの方が厚いんですよ。市販のやつが0.6ミリになるのに対してこっちは1ミリですからね。で、大きさも特注の方がでかいと。だから市販のものを買うよりも 特集ででで作っっててももらった方ががはるるかに安くて質のいいものいきるんですよねちなみに市販のやつは黒い耐熱スプレーみたいなのが塗ってるんですけども、まあ、別にスプレー塗ってようが塗ってなかろうが機能的に全然問題ないそうですで次は煙突を固定する工程ですね、まあ、まずは 2x4 剤を適当な長さに切ってで天井裏に貼り付けていきます で先ほどカットした2イ材を今天井裏に貼り付けてますねでちょっとカメラで映せなかったんでどういうふうにやってるかちょっと図解していきます、えー、こちらが天井裏の図なんですけども、えー、先ほど切った2ォ4材はこちらに設置しますこことあとここの2箇所に設置しますねこの横にこうきてる茶色いやつが天井のたるきですね でここの四角い穴が先ほど壁に、まあ、天井に穴を開けた四角い穴なんですけどもそしたらその通媒材の上に今度は L 字アングルを設置しますでこの L 字アングルは煙突の幅で設置しますねこんな感じで煙突を入れてでその煙突の幅で L 字アングルを固定します この L 字アングルは何のたためめにあるるかというと、い、ま、う、あ、煙突を固定すすののののものですね。まあ、この L 字アングルの中に煙突を通してでバンドでがっちり固定すれば煙突がぐらつくことがなくなります L 字アングルに固定する煙突側にも部品を取り付けます、まあ、こういうバンドの部品を取り付けるんですけどもこれ本間製作所のオンラインショップではステンレス2つ割という名前で売られていました でこちらのステンレス2つ割りを、まあ、煙突にこういう風に挟み込んで固定するんですけどもで、まあ、こちらの丸いのが煙突なんですけどもこれに2つ割りをつけるとこんな感じで出っ張りができるんですよでこの出っ張りがこちらの L 字アングルに引っかかって落下しなくなるんですねでさらに、えー、バンドでこうぐるっと止めてあげれば がっちり固定されるという話ですで煙突を固定する前に、まあ、屋根の雨じまいをしていきますこんな感じでちょっと現物合わせでコロニアルを加工していく感じですねあの穴の部分にコロニアルが干渉してんでその部分を今えカットするところです <noise> 次はフラッシングを取り付けるんですけど今松野さんが作っているのはフラッシングを屋根に固定するためのパーツですね配管とかを吊るす釣りバンドっていうやつがあるんですけどもそれを加工して作ってます、まあ、具体的にどういう風にするかというと、まあ、こちらフラッシングだと思ってくださいで、フラッシングの上部はこんな感じで、えー、折り曲げてあるんですよでこの折り曲げている部分に先ほど 松野さんが加工してたやつをこう引っ掛けてでこうビス止めするという感じですねまあ加工って言ってもあのただの板状の板状のものをこう折り曲げてるだけなんでこの折り曲げた部分をこちらのフラッシングのところに引っ掛けるっていうだけの話ですね。いくせえ 嗯。Yeah. ハハハ。

いってるいってる <laughs> え煙突の方も組み立てておきますでこの煙突は二重煙突ですね えと内径 106mm で外径が 150mm だったかなで煙突を接続するときに煙突のそのつなぎ目の部分があるんですねそこを合わせて差し込んであげると綺麗にいきますねそうしましたら接続部分にビスを打ち込んで固定しますでこのビスはテクスビスという名前のビスを使ってますねで全部で2箇所ぐらいビスで固定しましたね そうしたら煙突を差し込んでいきます。であらかじめ煙突には2つ割りっていうねバンドみたいなものを取り付けてます。で二つ割りをこんな感じでアングルに引っ掛けて、で下に落ちないようにしてますね。そうしましたら煙突を固定していきます。で固定方法は L 字アングルと煙突をバンドでこう巻きつけてでがっちり固める感じですね。 でこのバンドはさっきも使ってたあの配管を吊るバンドなんですけども、まあ、本当はねちゃんと煙突を固定する専用の部品があるんですけども、まあ、それは結構いい値段がするんで L ジャングルとかこういう有り合わせのバンドを使ってやってますね、まあ、そうすれば工事代も安くなるしお客さんも喜ぶだろうということで,で機能的にはそういう既製品を買ってやるのと全く変わらないんで、まあ、ちょっと手間はかかるけどもその分安くなるならいいだろうということで、まあ、こういう工夫をしています そうしましたら屋根の上に煙突を取り付けるんですけどもえ煙突のトップはやはり風で飛ばされないようにしっかり固定する必要がありますねこちらもテクスビスというビスで固定してますあつなぎ目をのせてこっちですね 最後にフラッシングの雨じままいをしますフラッシングと煙突の間が微妙に隙間が空いてるんですけどもその隙間にガスケットロープという紐を詰め込みますでこのガスケットロープっていうのはストーブとかのパッキンで売られてるんですよホームセンターの薪ストーブコーナーとかに行くとこれ置いてあったりしますねこれこの隙間何 mm で設計してもらったんですかプラス5 ゴミグレ・ディーカートみたい。そうしましたら、シリコンを隙間に打ち込んでいきます。で先ほど詰め込んだ紐は、このシリコンが下に落ちないようにっていう意味合いがありますね。まあ、あとは、煙突がの紐のおかげでちょうど中心に来るんで、煙突に偏りがなくなるっていう意味もありますね。だから、均等にシリコンを注入できるということです。 ちなみにこのシリコンはホームセンターで売られている一番安いシリコンですね。あの変性シリコンじゃない一番安いやつなんですけども、まあ、これでも耐熱温度が150度あるそうなので、20、ま、円、あ、突でそんなに煙突の温度も上がらないだろうし、まあ、大丈夫だろうということですね。一応、耐熱シリコンっていうものもあるんですけども、まあ、それは250度ぐらいまで耐えられるっていう仕様でしたね、そのスペック表を見たところね。 だけども値段がめちゃめちゃ高くて1本3000円とか6000円とかするんですよだからその分世襲さんに響いてくるからね、まあ、この150度耐えられる普通のシリコンで大丈夫ならまあこれでいいだろうって話ですよねであと耐熱シリコンっていう風に言っときながら全然耐熱性がないやつもあるんですよねよくよくスペック表見たら90度とかそれ,それぐらいしか耐えられないのもあってだから その耐熱シリコンをこういう場所にもし使いたいって場合はちゃんと何度まで耐えられるかっていうのを確認してから買った方がいいかもしれませんね、まあ、そうしたら先ほどシリコンを塗った場所の上に傘を取り付けますでこの傘は爪リングという名前で売られているものなんですけども、まあ、本来は煙突を壁から出した時にその出したところの根元を隠すためのなんかカバー的なものなんですけども、まあ、それを傘代わりに使ってるってやつですね で本来はストームカラーっていう専用の部品があるんですけども、まあ、それは結構いい値段がするんですよ、まあ、だからこの爪リングっていうものを代用して安く作ってますね、まあ、全然この爪リングでも用事は足すそうなのでわざわざ高いストームカラーを買わなくてもいいそうです爪リングにもシリコンシーラントを売っていきます爪、まあ、リングでまず雨が防がれてでその下のフラッシングのまあ根元のところでもシリコン売ってるんでそこでも雨が防がれるっていう 二重で雨が防御されてるわけですねえそしたら煙突のつなぎ目をテクスビスで固定します、まあ、千葉は風が強いんでね煙突の固定はちゃんとやっといた方がいいですよね <noise> え最後に煙突上部に二つ割りを取り付けますで、あとはここに針金を釣って 貼れば完成ですね。今日はないんでまた後日ということです。え、そうしましたら煙突と薪ストーブを接続していくんですけども、まあ、薪ストーブの方はシングル煙突で、で屋根の方は二重煙突なんですね。だからま二重煙突のその外側の空洞が開いてしまうんで、そのカバーを今してるんですけども、このカバーがね、なんかはまらないんですよ。ちゃんと本間製作所の製品を買ったんですけども、全然はまってくれないですね。 れれ同型でで作っててあるるんだよよええそそは何のそれがね 6, ふざけてるよ、ね、その上まあはまらないカバーはちょっと横に置いといてストーブを接続しようと思います。 で接続する煙突はシングル煙突を使うんですけども、まあ、ちょっと特殊な煙突でこう伸縮するタイプのものを使いますね、まあ、これだと取り付けるのも楽だし煙突掃除をする時なんかもすぐに外せるんでメンテナンス性がいいということで松野さんがよくおすすめしてますねで二重煙突のカバーなんですけども、まあ、切り込みを入れて無理やりはめ込みました まあこうする以外でやり方がなかったんでね、まあ、本当は何もせずにスポットはまるのが普通なんでしょうけどもちょっとね精度が悪かったみたいですね。 ここで来ないから。ここうんうんうん。あ、本当だ。ああ、ちゃんと引き入れた。いいね。そして見えるし、じゃ、うん、ないですか。あ、全然暑くない。 使えないですこはうん。だって、こんなに触れますよ。下は。え、舌触れないっすよ、怖い。<laughs> いや, <laughs> やばいっすよ、俺。触ったりして。足 <laughs>。熱いよ。うん。あ,あ、二十円とつって、すごいな。あ、<laughs> ほら。絶対立ち上がらなくするために。<laughs> うん、は、やったじゃないですか。うん。はい、うん、じゃ、ほら。 あーでも結構出てるよてるあーもう黙々出てるあーもう着火しそうなたぶん煙の出方なんだけどああなんだちょっと, <laughs> っとあっ ようやく。そうそうそう。楽しんでください。ははい、<laughs> よかったよかった。うん